NHK 京都放送局は京都府を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局。総合テレビと FM 放送で京都府一期向けの放送を行っている。1925年に大阪放送局の出張所として開設され、昭和天皇の即位礼開催に合わせスタジオが設置された。1932年にこれらを統合して、 京都放送局となった。1972年からアナログ総合テレビ放送が開始され、2005年4月1日より地上デジタル放送を開始した。旧放送会館の老朽化が著しいことから移転が検討されていたが、本部レベルで京都市営地下鉄カラスマ線と東西線が交差するカラスマ大池駅近くの土地を取得したことが発表され、2014年に 新放送会館が竣工、翌2015年2月21日に移転した。なお、旧放送会館は解体の上で落札した大表に譲渡され、マンションに建て替えられる予定。究極社内に置かれていたラジオ第一放送の送信書については、2014年7月15日に開催された NHK 理事会において、放送会館移転に先立ち放送対象地域は 重複する大阪ラジオ第一放送に統合し廃止する方針であることが発表され、2015年2月2日をもって廃止された。新聞のテレビ欄は、京都新聞、毎日新聞、両端日日新聞は、京都放送局独自の番組表を掲載しているが、朝日新聞、読売新聞、産経新聞、日本経済新聞は、大阪放送局のものをそのまま掲載している。 旧放送会館。ラジオ第一放送送信用の定時型アンテナが設置されていた。京都第一廃止後は大阪第一の中継局となっている。京都の歴史と伝統や文化を伝えるための単発番組を数多く制作し、日本全国向けに放送している。なお、京都競馬場で開催される中央競馬 GI 競争の中継や、 京都の文化を伝える番組の一つである、稽古とはじめは、大阪放送局の担当。2002年1月18日、京都局内で立てこもり事件が発生したが、犯人が立てこもっていたロビーに、NHK 総合テレビジョンが映った、テレビ受像機が設置されていたため、関西の NHK では、犯人を刺激しないための配慮から、NHK ニュース7、NHK ニュース9、 NHK ニュース10で立てこもり事件を放送する際には NHK 大阪放送局から別の関西地方ニュースに差し替えたほか関西845などの関西ローカルのニュース天気を拡大して放送するなど当該事件のニュースを犯人に視聴させないようにしたまた20時前に全国向け特設ニュースが当該事件を放送した際にも 関西ローカルのニュースに差し替えて放送するなど、事件が解決するまで、同様の対応を取った。NHK 大阪放送局 NHK、神戸放送局 NHK 大津放送局、NHK 奈良放送局 NHK 福井、放送局 NHK 新放送局。ありがとうございます。